ワン、ツー、スリー、あ、フォーカードです。じゃんじゃらんじゃんじゃん、じゃんじゃらんじゃんじゃらん、ジョリドです。はいやーい。ということで今回はまたまた一人で撮らせていただきますけれど、今回の企画はですね、女の気持ちを分かっていない男の特徴。経験したことあるでしょう、私の気持ち分かってないわーみたいなね、瞬間、特にホストクラブは多いんじゃないでしょうか。なんでいちいちこんなこと言うねん、そこそんな言わんでいいやん、タイミングめちゃくちゃあると思います。僕的にはそういう男の人が減ってほしい。ある程度ね、ホストクラブで働いてて接客自体の中に気遣いできるっていう部分は含まれてると思ってるから、そういう人になってほしいと思って今日はこの動画をだぞー。ということで、女の気持ちを分かっていない男の特徴まで、ついてばっか。まず一つ目に確実に言える特徴は、ごめんねを言えない男やと思います。謝れない男ってことですね。何かありましたと、お互いね、男女の中にこうこうこう思う、いや私もこうこうこう思う、それはお前が悪いやろって頭ごなしにも即否定、ごめんねっていう一歩譲るということができない男の人は、女の子の気持ちを分かれない人が過半数を超えてるんじゃないかなと思います。ごめんねって悪くないのに言わんでいいんやけど、悪くない時はね、ほんまに。やけどさ、一回まあごめんなちょっと話聞いてくれるみたいな、前のごめんなを言わなくて、いやいやもう俺が怖いから怖いからっていう人は、俺は好きじゃないかな。だってそれで聞き方が変わってくると思うよね。そこの荷物取ってやっていうのと、ちょっとごめんなそこの荷物だけ取ってくれへんっていうの、これ同じことをしてもらおうとしてるけど、相手が聞いた時にそれを伝わり方が変わってくる。取ってあげようっていう気にさせるのが、なんで取らなあかんねんって思わすか、魔法の言葉みたいな感じですわね。喋り方で相手の気持ちを気持ちよくそっちに持っていってもらえる。俺はそういう人間になった方がいいと思います。賢いと思う、日本で生きてて、ね、そういう意味を踏まえて、まあ、ごめんねが言えないです。昔僕はあのごめんねしか言わない女のお客様だったんですけど、ね、なんか言うたびにごめんねごめんねごめんねみたいな、それはそれであの話ならんから。次です。このパターンはね、結構皆様当てはまると思うんですけど、もう家帰るから帰るじゃないですか。帰ろうとするときに周りにいてるのは男の人が送っていくよみたいな、これあるよね。ええねん、帰りたいから帰るって言ってんねんから、お前に送ってほしいやったら送ってほしい空気を出すよ多分ね。一緒にいたいなみたいな空気あるやん、それ自体は分かってない。もう男の人、これはもう完全にアウト。女の子も遠回しにね、近寄ってくんなよみたいな、あるやん、このパターン。そんなんね、もう家まで来てどないすんねん、家で帰っておまたさすと。やほほ、次です。自分の話をメインにするやつ。例えばね、どういうことかって言ったら、こう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 あって私まあ頑張ってみたいなって言うた時に、男側が俺も頑張ってるしみたいな、お前より的な感じ、ええやん。女の子は多分やけどやで、偉いなと、頑張ったねってありがとうっていうのを待ってるんやと思うよね。やけどそこで自分に話がすり替わって、いや俺の方が頑張ってるしなみたいな、これは腹立ちません。認めてほしいというかさ、ほんまに頑張ってきたんやろうから頑張ったねと、そこが欲しいんですけどね。やけど自分の話を長くしちゃうっていう人も結構いてると思います。褒めたりとか、これも以前に動画で言いましたけど、素直に言えない人っていてるから、そういう人はせめて女の子が言ってる話を全部聞いてあげて、聞いてあげるだけでいいよ。君の話はもういらないんだよと。そういうことです。次がラストになるんですけど、一言多いやつ、これ一番多いんちゃいます？例えばよ、今日可愛いな、みたいな。まあまあ。まあまあいらんやろって。可愛いな、で終わりやん。あとは髪の毛染めた時とかね、黒髪やったけど染めてきたみたいな、見て見て今日は茶色にしてきたとかね、ミルクティーアッシュにしてみたいな言った時に、前の方がええわ、これ一言多いやろ。ええんかもしれんよ、君にとってはね。その女の子が待ってんのはめっちゃ似合ってるやんやねん、絶対そうなんよ。髪の毛長いとこからちょっとショートにした人とか、それわかるよ、俺もあの長い方がいいとか悪いとか人間ですからあるんですけど、やけどさ、それは見てほしいから聞いてるわけやん。正解の答えが似合ってるやんね、絶対前の方がええわ。しかもこのトーンで言うやつね、一気にしらけると思う。一言多くなくても一言もないやつも腹立つけどね。ネイル変えてみてみたいな、はあ、もう一言も言えてないな。うわ変えたんや、ええやん、これやん正解。多分待ってるものを出すんが一般の方は知らんよ。そうやったら待ってるものを出せよって思うけどね。だから求めてるものを、求められてるであろう答えを出すっていうのを嘘ならしてほしいなって思いますね。以上です。いろいろ言ってきましたけど、この動画がね、良かったねと思ってくれた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
です。余談なんですけどね、これ最後に。これはね、コメちゃんからも、コメちゃんのお客様からも許可もらってるから、余談として話しますけど、最近ヘルプにね、コメコ君っていうメンバーがいまして、コメコ君にヘルプ使わせてもらったら、女の子はね、なんかこう、悩んでるというか、あんまりこう声がちっちゃいから、どうしたのって聞いたら、コメコに口がほんまにうんこみたいな匂いするみたいな言われたと。どういうつもりで言ったかコメちゃんに聞いてないかわからんけど、最後の理由が、こっからそういううんちの匂いがしたから、え、お前便秘やろって言われてました。いや便秘だろ。それめちゃくちゃ悲しんでたから、女の子そういうのを一言多いから、便秘やろとか言わないし、あとうんこの匂いさんがしないしということです。はい、それでは行ってきます。非常時非常口。非常口。